ビーズの彼氏ってことはどうだろうな。あ、リーズと色味を合わせる。記録選手、ちょっと待って。やべえな、怖えな、明日。課金装備って出ないんですかね、ここに。課金装備も何かしら、全然。あ、写真あるか、そっか。下の方に出る。あ、下の方にあるのが課金装備なんですね。OK です、OK です。まあそうですね。課金装備はやっぱりこの前の夏祭りでいただいたご褒美をね、5000クリスタいただいたんで、それを使えるならやっぱりできるだけ使いたいっちゃ使いたいですね。いやー、受け狙いでこうでもきついなー。ハードル高いなー。あ、職人装備の上が課金装備。ありがとうございます。あ、キャプテンハーロックのオマージュとか。うん、そう、受けなかった時が辛い。いや、まだね。リズストーン欲しいな、確かに。あ、ハーロックかインコさんがやってた。そう、だからあれなんですよね。そう、ロケーションも大事なんですよな。あ、そっか。入り口で入れ替えてもよかったんだ。あ、そう、リーズと並んで取る。あ、そうか、そう。そっか、先にセレド行ってから、あ、そっか。そっちの方が良かったんだ。今後そうしよう。ありがとうございます。そうだね。これから基本着ていくんだもんね。せっかく清涼に着るわけだから。やばい。節約術が。みゆみゆのように、あえて素の装備。あ、だから3期の方のドレアは、ロケーションっていう要素がなかったから、ね。こっち、俺らはね、ほんと、ロケーションをプラスされるからね、ロケーションによって大きな差が出てくるんだよな。リズと手繋げんだろうか。で、そのリズのいる場所がね、写真ね、撮りづらいんだよね。すっげえクールな格好で。いや、カズナリさんね。カズナリさんが、まさかの最下位でしたもんね。いやー、滑るのは嫌だから、やっぱりなんだかんだ、ある程度自分がこれだって思うのを、まあ批判されたら、まあしゃあないっていうぐらい開き直らないと、奴隷はやってらんないから。あ、こんな感じか、リズって。そっか。全身入るためにちょっと、ああ、よしよしよし。あ、こんな感じか。さあ、こんな感じか。白に合わせて。難しいね。これに合わせるの難しいな。いいねいただきました。ありがとう。むっちり残す。ああ、取るんじゃない、いい。よいしょ。いや、これか。ああ、ルコリアのカラーリング。ああ、そっか、確かに。ルコリアのカラーリングってことは、黒？ネイビー？
黒とオレンジか。ナイトマリー。あれ、ナイトマリーか。ああ、じゃあ、まあ結構いい感じだね。やっぱ、黒。そっか、オレンジ入んのか。オレンジか。黒オレンジか。でも黒はやっぱありだな。黒だな。どうしよう。やっぱ黒だな。どこまで黒にするかだな、そう考えると。ブラックリリー。ナイトマリーでもいいのかな？ナイトマリーに、ミッドナイト？ん？あ、そういうことか。ミッドナイト。差し色、あ、頭じゃないや。ブラック。ブラック。ブラック。どうしよう。差し色に赤とか持ってきたいか。いやー、やばい。これやばいな、マジで。あー、ミスった。あー、違う違う違う。違う違う違う。サヤピーも全身真っ黒らしい。マジで。全身真っ黒なの？いやー、ナイトマリーかな。やっぱミッドナイトで、シックな感じに。色は、まあでもなんだかんだ、おそらくだけど、いつものあの番組の順なら俺から発表だからね。多分だけど。わかんないけど、そう考えると、被るっていう危険性は俺は少ないのかもしんない。逆に俺でハードルがどうなんだろうな。ハードルが俺が。俺のむしろ基準になるわけですからね。M1 でいうトップバッターだから、俺が基準点になるから。ね、そう考えると、相当俺がいいのしないと、次、あ、サヤピの方がいいってなったらやばいからね。青と白。これ何？ダンス、レイブンスーツか。ちょっと個性強いかな、マントが。レイブンスーツ一応ちょっと見ておこう。レイブン、ちょっと、安心。やっぱそうだね。やっぱしっくり、こういう系はだから。うん。これミユミユのやつ。あ、そっか。ミユミユかぶりはあれだな。ファントムとかどう？ファントム、ちょっと皆さんの初コメントもね、だいぶワイルド。また当たってみるか。マタドールまで行ったんだっけ？待って、全文出しにするしかないのかな。どうしよう。結局、色味を、ミッドナイトかな。赤を差し色にどっかに入れたいな、でも。そうね、色は一旦置いておきますか。どこまで行ったっけ？またどうまで行ったんだな。よし。まあ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 、こういう感じはまあまあ。いや、これはないね。あ、で、武闘技まで行ったんか。まあ、武闘技はやっぱりシルエット的に戦い向けっぽいからね。盗賊のチュニック。これも使いようによっちゃあれだけど。旅ゲー。レンジャーコート。
魔法戦士団。ちょっと待って、色を消そう、色消そう、色消そう。色を消した方が分かりやすいわ。魔法戦士団。どこだっけ？行き過ぎたか。すげえな、今の。踊り、いやー、これ丈短いな。直帰はない。記述、違う違う、記述しもない。玄武の道着。玄武か。玄武ちょいありか。フェンサーもまたマント系なのかな。あ、丈大体そうなんだ。どうだろう。そう考えると。下なんか履きゃいいのか。下スタンダードなんだろう。上のズボンでも履いとこうか。そうするとまた違うかな。トレジャーコート。ファントムマント。あ、コミ登録ありがとうございます。ファントムマント。あ、ファントムね。確かに結構いいかもね。下マスター。マスターってどれだ？マスターってどれだ？下マスター。マスター。マスター。もっと上。軽装の42、ありがとうございます。この辺か。あ、これか。マスタースラックス。ありがとうございます。まあね、ファントム、マント系やっぱね、そうだよね。結構やっぱり何でも形になってしまうね。モダンバニース。いや、ちょっと膨らむの嫌だな。半数、そうしたミラクルコート。いや、膨らむのやっぱ違うな。ノーブルコート。なんか、飛竜のベスト。いやー、チェイスアレだ、違うね。羊の衣。いや、なんかこの辺は、なんか違う。レイブンスーツ、さっき言ってたやつね。いや、レイブンね。これは達人だから。で、バイパーね。いやー、なかなか厳しいものがあるね。学者の頃も、学者の頃もちょっとありかな。そう、イメージがね、ないんですよね。なんだろう、イメージなんだろう。守りのローブ。いや、ローブで全部追うのはあれか。多い。ゴシック。いや、ちょっと重いな。そうなのよ。かっこいい系でルコリアチックな色合いっていう感じですかね。安定の精霊を。フィーロってそんな感じだっけ？エルフのレッグ。何これ？上着てない？晴天のこと。この辺は。これ、色うまいことやるとなんかあるかな？牛飼い。これ買えんのかね？ いや、まあ、着物に逃げたくはないよな。いや、それこそこの辺、銀河の肖像って俺普通に好きなんだけどね。
天使のタキシード。これ、久志さんの99年のドームツアーの登場だな。わお。T シャツ。いや、T シャツはさすがにねえな。T シャツはさすがにないわ。やっぱグレー感をどっかで出したい気持ちはあるんだよな。ピクシーチューニック。これは、いやー、使いこなせん。こっちがピクシーチューニックは。闇騎士か、今のは。ウィッチコート、いや、この辺な。これやばいね、ほんと。青剤。青剤。あー。アドミラル。ハードル高いね。そう、コード結構完成されてんだよな。ロリータドレス、トナカイ、ヤンのセーター、シンプル T シャツ。コマンダー。いや、ちょ、タキシードな。スイプニングコートな。キャプテンマント。いやー、そうね。組み合わせで落ちと言わせたいところと。上下セットのやつ、どれなんだろう。確か、これは上下一緒じゃないんだよね。コスの方がいらっしゃいましたけども。いやー、やばいね。いやー。マスター下が消えたら、ん？マスタースラックス、待って。あ、そっか。じゃあこれセットじゃん。いや、これセットかー。きついなー。いやー、いや、まずいね。ウィッチがもちろん無難な感じはするんだよな。足。ブーツ。ね。そうなんだよな。無難になってしまうんだよな。どう考えても。いや、ある程度のやっぱ冒険は必要か。いやー。ウィッチそうだよな。ウィッチ多いってか絶対、これはこれだもんな。ねえ。普通、まあ、そりゃそうだよねってなるよね。いやー。いや、そうだな。ウィッチで行くとこれ、あれだな。この辺一体か。いやー、やば。いやー、すげえな、これ。ってこと考えると、うわ、どれはやばいわ、マジで。
いや、これさっきメモしたけど、これがどこにあるかわからんわ。困ったね。こういう時間が、まずいね。待って。ああ。こんな感じね。うん。よし。メギの酒場にいるの。メギの21の酒場にいると、結構いろんな人が、ああ、そっか。